ようこそ皆さん、大阪オートメッセ2019ようこそお越しいただきました。なんとまだ若干少ないようなんで、ぜひこちらのカートブース前へお越しいただきたいと思いますけれども、はい、鈴木学でございますよ。どうもこんにちは。はい、ここも毎年恒例になってますけれども、この大阪オートメッセでは GTR マガジンプレゼンツアールズチューニングトークショーというところで、もう GTR にまつわるですね、まあかなりこう掘り込んだ、下げ込んだ、オタク的な、まあいろんな話がここでね、行われるというところで、今回もですね、素晴らしいゲストをお招きして、また今までとはちょっと違ったね、この GTR にまつわるアールズトークショー行ってまいりますので、ぜひ、はい、皆さんカートブースこちらの方お越しください。楽しい1時間、予定としては40分ぐらいなんですけども、なぜかいつもこれ長くなってしまいまして、1時間近くなる場合もあるということをご了承ください。さあ、ということで、そのトークの進行、お相手はですね、進行お相手は私、鈴木学がお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。というところで、もちろんですね、この方と一緒に進めてまいりたいと思います。GTR マガジン編集長、野田さんです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。野田さん、はい、一応ですね、今年はこの GTR が生誕50周年。そうですね、半世紀。半世紀、あのね、2月21日です。21日が50周年を迎える誕生日なんです。ですから第一世代の博士課から含めずっと、そしてですね、32が30周年、そうです、そして34が20周年、はい、という、まあ、記念すべき GTR にとっての大変ですよ。非常に大変な、なんかめでたい ね、 そうですね、今年ということだから、はい、おそらく日産ブースなんかではもう GTR だけでもう盛り上がってるのかと思いきや、いや、GTR もありました、ありましたけどね、なんかそういう話がなかなか日産の中では行われないんですが、ここでは行われると、はい、ね、いうことになって、と、はい、ことは GTR マガジンも50周年にはなってないですね。GTR マガジンはその半分の25周年、でも25年もやってるんですもんね。そうなんですよ。いうところで長い間にわたって、はい、GTR に関してはいつまで経っても話が尽きない、はい、そんな感じでございますが、なのに、はい、いろいろなゲストを毎年迎えてますけれども、はい、今年ちょっと何か、まあ、カットからすると4人はいらっしゃいますけれども、まあ、ね、まあ、1人はいつもあの人だろうと、まあ、もうね、名前出ちゃってるんだけどね、出ちゃってるね、はい、そうだね、1人はね、もうこの方は呼ばなくておきますから、ミスター GTR、ミスター GTR はね、はいはい、なんですが、はい、HK ストラストブリッツ、これね、いわゆる日本でいう三大チューニングメーカー、はい、そうなんです、三大チューニングメーカー、はい、この大阪オートメッセなんかを代表するような、このチューニングカーを作ってくるメーカーといえば、我々皆さんのメーカーっていうのは日産とか、はい、トヨタとかホンダとかね、そうですね、なんですけど、自動車メーカー、我々のメーカーっていうと、これ HK ストラストブリッツ、そうです、ね、で今回ね、その、まあ、そこに壁は目の前にありますが、その裏に あるうちのブースには、はい、それぞれのメーカーさんの GTR を今回飾ってまして、そうなんです、実はこれコラボで、そう、これも多分今までなかったと思います。で、今までのこのショーの中でもないと思います。3233、3435、しかも全部メーカーが違う、全部メーカーが違うところが並んでる、そうね、いう状態で、それぞれのメーカーさんの車を持ってきていただいた、はい、でそれぞれそのメーカーさんとしての意図が多分あると思います。そうですね、はい、こういったところをどこまで話ができるのかというところで、はい、今回はこのチューニングカーショップのメーカーの方々をお連れして、さらにはミスターこの GTR をお連れして、はい、どんな話になるか、それでは早速参りたいと思います、はい、R トークショー、それではゲストの方々お呼びしたいと思います。まずはですね、 HKS、 この方は坂爪達也さんです。どうぞ。はい、坂爪さんでございます。どうもよろしくお願いいたします。続きまして、トラストの開発、中上慎吾さん、はい、どうぞ。そしてさらにはブリッジからは小林純一さん、そしてやはりこの方でございます、ミスター GTR、 ミスター自動車商品企画本部 R35 チームの各スペシャリスト、田村博史さんです。どうもでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。もう後ろと、まあ、この気の使いをさすがでございます、はい、という、
野田さん、はい、以上のメンバーで R トークショー、はい、今年やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではお楽しみください。じゃあお座りください。さあというところでですね、まずはですね、今先ほど野田さんの方から説明もありました、はい、それぞれのマシンがちょっと飾ってあるんで、やっぱりちょっとまずそこら辺から簡単にね、そうですね、紹介していただきましょうか、はい、ちょっとあの、はい、紹介やそのマシンのやっぱりこの方向性、意図、いろんなあの思いがあると思いますね、いうところで HKS さんからでいいですか。はい、そうですね、はい、じゃあ HKS さんはですね、向こう側に黒い、サンサンが飾ってあります。こちらの説明からお願いします、八郎さん。はい、HKS の坂爪です、よろしくお願いします。はい、これですね。はい、はい、これはですね、サンサン GTR が出た時に、社内のプロジェクトで、T002 という、はい、コードネームをつけまして、はい、まあ、あのテストカーとしての002、はい、まあ、2号車ですね、テスト02号車、はいはい、それでずっと開発をやってました、はい、でまあ、チューニングパーツから、はい、まあ、当時ですとその矢田部の最高速、そう、これなんかそうですね、はい、そうですね、この最新のやつで、最高速だけではもう煮詰まらず、はい、0300、はい、あと筑波の1分切りタイムアタック、タイムアタック、そういうのを含めてもうあらゆる開発をやりました、はい、でそれをもう、ターボキットからエンジン関係から、はい、まあ、ことごとく商品にしていって、はい、まあ、そこが何ですかね、うまくつながっていった、うん、我々としてはかなり思い出深い車両です。この33のだから T002、まあ、独自カラーはこれですが、外見は同じように作ってありますけれども、じゃあ今の車はどうなんですか、これは。今の車はですね、もうあの外観に関しては、はい、もう極力当時のままにしたいというところです。でただ、はい、あのエンジン関係とか、はい、そういうところに関しては、まあ、やっぱりかれこれね30年以上経ってますんで、はい、その中でもう新しい、コンセプト、まあ、RB のエンジンもまだまだこれから進化していくと思いますんで、そういうものを、新しい技術を、今の技術を当時できなかったことを今 RB26 にも入れていったというところですよね。そうですね、そういう車です、はいはい、これ 2.8 ですか。 2.8 です、これはあまり 2.8、はい、当時とその辺は同じで、いろいろその各パーツなんかがやっぱりちょっと当時とは違うところが結構あると。そうですね、はい、2.8 の中でもその今ちょうどエンジン回してる開発中のエンジン、あのコンセプトとしては、はい、この T002、 今はこれ T002 っていうことじゃないと思いますけども、はいはい、まあ、2通りありまして、1つはもう2.8 のステップ3って言いまして、はい、まあ、9000回転ぐらい回して、うん、1000馬力近く出しちゃうような、なるほど、のに耐えられるエンジン、耐えられるエンジン、はい、で、はい、もう1個は、まあ、500から600馬力ぐらいで、はい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 、あのどちらかというともう本当にいろんな部品を軽くして、はい、ハイレスポンスっていう、はい、形で、はい、5600で本当にその走りの味を、はい、レスポンスよく、うん、っていうようなイメージで今2通り開発をやってますっていうところなんですね、はい、はい、というところで田村さん、いきなり振ります、はい、T002 参戦ができた時、あの多分こういったところの走りとかタイムとかは多分気にされてたし知ってたと思うんですけども、どうですかこの33、その昔当時、まあ、あのメーカー系っていうかメーカーですから、はい、メーカー系チューニング禁止ですよ。そうですね、我々としては、まあ、できない禁止とは言わんけど、はい、私の思想はチューニングはまあどうぞと、うん、だけどまあ自分のリスクねっていうのは一番あるので、はいはい、まあ、この辺のハードチューンは、はい、まあ、皆さんも確保されてやってますけど、うん、問題はブーストアップ組とかね、はい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 、その中間ですよね。なるほどね、そういったところがやっぱり一番、まあ、逆に難しいだろうし、でその辺が結局商品としてはやっぱり一番売らなきゃいけないのもあるんで、その1000馬力っていうところとまた別の部分がありますよね。そうですね、はい、まあ、当時いろいろやっててかなりやっぱりポテンシャルがあるんで、どんどんやっぱり馬力上がっていったじゃないですか。そうですね、はい、でその中でやっぱりそうなってくるとだいたい落ち着くところが出てきて、はいはい、まあ、あの商品の売れた実績でいうと、うん、まあ、あのターボでいうと GTSS っていうクラスが純正より少し大きいサイズで、まあ、だいたい500から600ぐらいのところが一番、ね、坂爪さんは当時のこれ00には乗ったんですか。運転しました。運転したことはあります。テストで。はい、これ今のは今のはまだです。まだですか。はい。全然今の方がいいんですか。エンジンは今回してる感じで、はい、テストデータとかターボもそうなんですけど、はい、まあまあよく仕上がると思います。はい。多分良くなると思います。確か田村さんこれ当時で
はい、ゼロ300キロっていうね、300キロ到達、17秒、ね、そう、17秒、よく知ってる、よく知ってる、よく知ってる、それ、もうそれね、他の注入メーカーからも含めてぶち切り。いや、だからキーワードさっきおっしゃってましたけど、どこの、まあ、いわゆるチューニングショップではなくって、はい、チューニングパーツを供給されている HKS、トラスト、はい、まあ、ブリッツさんのパーツをどう組み立てるかっていうお客さんのね、うん、ニーズはどう考えても500、600ですよ、結局馬力は。なるほど、なるほど。でも自分もだからプライベーターで値段とは関係なく、はいはい、いや1回ね800、900までしたけどやっぱり乗れないんですよ。やっぱり今600、ちょうど600がいい。そうですよね、って言ってましたよね、やっぱりね、4駆のシステム絡みとかいろいろトラクション考えて、はい、600が一番楽しいし、いい踏み切れる、そこ大事ですね、楽しい、ね、あの楽しいと思います。で、あの乗ってておそらくオーナーさんも一番なんですか、しっくりくんじゃないかな。なるほど。というところで、今またさらにこの33で002ベースというところでいろいろ開発をしていると。そうですね、いうところですよね。わ、はい、かりました。ちょっとまた後でいろいろ来ますけども、さあ続いてトラスト、はい、行きたいと思いますが、中上さん、トラストとしてはちょうどトラストブルーの、ね、34が、はい、そして RX というところはね、これですけれども、やはりグレッティ RX というとこのなんかこの色の34というのが、まあ、イメージ印象は非常に大きいんですが、はい、そこから今これまた、再現というか作り出しているというところの、これコンセプトや今の状況はどうなんですか。これは、これ RX っていう名前なんですけど、はい、そもそも32から33で、はい、これ RX っていうのはその開発車両としての、うん、あのネームみたいな感じだったんですね、はいはいはい、で3人の頃これもこの1台でエンジン乗せ替えたりいろいろファイナル変えながらっていうのをサーキット行ったりあの04やったりと全部この1台でやってた、やってました。なるほど、なるほど。車はね、ほんとクタクタで、はいはいはい、ジャッキポイント上げるとジャッキポイントだけ上がるくらいこれぐらいあの使い倒して、使い倒してそういうネーミングで RX だったんですけど、はい、で33もやったんですけど、うん、34の頃になるとやっぱりちょっとあの変わってきちゃって、あのそんなにそのもうはね RB でエンジンもまあ同じじゃないですか、だいたい乗ってるものが一緒なので、それほどその使い倒してやるってことがなかったので、なかった、ね、RX っていうのが存在しなかったんですね。そっか、34自体は RX っていうのは存在してなかったと、はい、だからこそ今の技術や今までで持ってきた経験やもう全てを持ち込んで、はい、あえてこの34で RX と、はい、ただあの今まではそのハードなチューンをやって、うん、いろいろ走らせてっていうスタイルでやってたんですけど、はいはい、まあ、ちょっとこの34に関しては、うん、あの楽しめる車って、出た、もうさっき言われちゃったんで困っちゃったんですよ。出た、もう本当に実際に使い切れるパワーっていうのがやっぱり全く同じことを言うようになっちゃうし、で田村さんにも言われちゃったしみたいな、うん、そして言うことをやめようとしてません、それあれ言われちゃったと思って、それ自分の言葉で表現しなきゃダメなんじゃないですか、中上さん。そこはトラストとしての、そうなんですよ、本当にそれでいいですか。本当に楽しめるその RB、はい、もしくは34、はい、今だからこそこれ新たなパーツをいろいろ組み込んでって楽しめるという車、はい、いうとこですか。今までその出してきたパーツっていうのは、はい、やっぱり当時出したもので、はい、今作ったらもっと絶対いいものができるんですね。はい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 、まずそれをコンセプトに、うん、新しいパーツっていうのはなかなかもう出揃っちゃってて開発できないんですけど、はい、まあ、今まで出したものをリニューアルっていう形 で、うん、で今の技術だったり、はい、新しいやり方、はい、で、まあ、ある程度その600馬力をピークとしたところで、はい、どんなサイズでどういうふうにやっていこうっていうところで今部品を開発し直してる、開発し直してる、はい、リニューアル出た時っていうのはそれっていう勢いで皆さんでメーカーやりますよね、目指せ全馬力がもうやりますけど、今改めて落ち着いて、はいはい、じゃあ実際どういうふうにやれるかっていうところもう一度多分、まあ、このサージタンクであるとか、はい、マニホールドであるとかタービンであるとかいろんなところ細かいところを全部、そうですね、もうサージタンクもうち昔出したのにドラッグだけ絞ってやってた、ドラッグレース用のパワーは出てたんですけど、うん、皆さんあの結構そんなにパワー出てなくても使っていただいたりして、はい、これは新しい方ですね、これは新しい方ですけど、はいはいはい、見物でもうできるだけ大きくっていう、田村さんこういうの見ると田村さん的にオタクな方が見るとこのサージタンクのこの形状だけで何を狙ってるのか分かるんですか。大体分かりますよ、大体分かる大体そうだよね、ただ、はい、正直言うとその
まあ、なんていうか外の形状も大事なんですけど、はい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 、中のディストリビューションって言って、はい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 、どれだけ6番に気を使っていようとして、まあ、うち正直言うと6番あそこにダイヤフラムのブレーキの、ね、ブースターがいたりして、はい、本当は入れなかったりするんですよ。そんなの分かっているけれども、ね、生産上のバランスをとって、まあ280馬力300馬力だったらこのコレクターでもいいやと。で一方でチューニングされる方は、まあ、600狙ってんのか1000狙ってんのか、ワンスローなのかロックスローなのかとか、中のそのファンネルの付け方だとかなのか、まあ、細かく見ないとチューニングのダイレクションは見えてこないですよね。まだね、だいたいじっくり見ないといけないと思います。ただやっぱり手を入れてきてるところはその純正、要するに田村さんが他のいろんなしがらみで作らなきゃいけないパーツからしたら、あここは変えてくるよなっていうのはだいたいわかる。わかりますね、わかりますね。やられてることを見つけ出す競争をされてるなっていうのは見てて楽しいですよ。で逆にそういうとこ見ていくと、それが今度純正というか、あの実際のその生産者に反映することあるんですか。こんなことやってるよっていうのは、まあ、ぶっちゃけ自分の3人でいじってった、はい、例えば、エアクリーナーから横フェンダーダクトに取り入れるの自分の車のやつをメーカーパクってますからね。なるほど、私のチューニングを。そういうのやっぱあるなら言える的あるんですね。ありますあります、結構あります、はい、え逆に HK さん、こういう RX とかっていうのは気になるんですか。あもちろん気になりますよね。見ました。はい、はい、なのでまあまあやっぱり田村さんおっしゃったように、はい、何を狙っていくかで、やっぱり細かいところのディティールは少し変わってくると思うんですね。そうですよね、はい、でも残念ながら今のところ方向性同じところにいますけど大丈夫ですか。はい、大丈夫です。何が何を思ってるそれぞれの違いがあるんですね、ちゃんと ね、 ねやっぱり目指すところ一緒でも、うん、やっぱりそのアプローチの仕方っていうのはそれぞれの、まあ、そこがメーカー色が出ていいのかなと。なるほどね。まあ、でもそういった同じものを作ってでもね、でもそういったメーカー色を訴えなきゃいけないところってあるじゃないですか、はい、だって分かんないですもん。今言ったように田村さんもじゃあ外からだけでは何かを狙ってったのは分かるけど、実際中とかつけてったのを本当に分かるかどうかってなるとなかなかね難しいですよね。難しいですね、うん、そこをどう表現するかは ね、 そうですね。お二方、まあ、お三方はね大体企画開発してる方だから、はい、そこはまた今度宣伝とちょっとプロモーションと、これ純正の車だって量産車と同じですよね。開発してる人がいかにこの生産につなげていくっていう、まあ、だから私の場合で言うとその両方を見てるケース、つまり商品を企画しどういったお客様に買ってもらうか、はいはい、だからそこのゾーンが一番大事で、はい、かつそのスペックをわーわーこうエンジニアにも言う係でもあるし、はい、場合によっては一緒になって作ることもあったので、まあうん、そういう意味では世界観は私は似てると思います。なぜかというと、あの少なくとも彼らは今言ったのは結局ステージどこよと、つまりお客さんは何を考えて欲しがってるのかを大体見据えて馬力相当を500にする600にするって決めたもんねと、はいはい、ファクトリーカーの宣伝の900馬力1000馬力は作ってみたけど、どうせその商品としては数が全然出ないから一番売れ線のところをうまく持ってきますっていうことのプロモーションを作ってる感じですね。まあそうですよね、そんなですよ、うちもレースってそういうことだし、まあ、大体そうですよね、はいはい、まあ、だからこのメーカーの方々もまあやるだけやった、多分 RB で千何百馬力出してますよね、前。そうですね、やってますよね、はい、まあ、大体多分公表されてるというか、うん、メディアに乗らない以外でも、うん、多分社内のベンチだとやってますもんね、はい、もう少しやってたりとか、そうですよね、はい、そういったとこからまた戻ってきてるってところですからね。そこを多分やっていかないと、はい、その5600でいいところですかね、はい、いいものを提供することができないのかなと思ってて、はい、だと思います。そこはやっぱり我々の中でどうしてもやっていかなくちゃいけないところかな。なるほどなるほど。さあそういった中で3334、そして35はブリッツさん、小林さん、はい、ブリッツさん的にGTR のイメージって僕は実は持ってて、はいはい、34なんかも実は結構そうです、ね、やってました、はい、だから今あえて35持ってきて、35はこうみんながこう出し切った後の一番最後になんか出してきたような感じがしますけど、あの車のコンセプトになり、GTR 35、その2007年の時に、はい、一番いきなりFR にしてドリフトしちゃったりとかだからかあったんですけど、あったんだあったんだ。でまあ
2010年ぐらいにも、はい、あのデモカーを買ってチューニングさせていただいたりとか、うん、まあ、提案はしてたんですけど、うん、今回あの2017年モデルを購入させていただいて、はい、乗ったら、はい、まあ、あまりの良さに、ほう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 、その2007年の時もすごく速い車だと思ったんですけど、はいはいはい、こうなんかこうすごいこう尖ってる感じがあったんですけど、はいはいはい、2017に乗ったらすごい良くて、変わりますね、10年経った、はい、で、まあ、そんな中でどうやってこの車をこうカスタムして、うん、その目標はどこに置いてどういうふうに商品を作ろうかなというところで考えたときに、やっぱりこう街で GTR を普通に乗りたいなと、うん、でその時にあんまりこう激しすぎず、うん、まあ、リーガル、まあ、車検対応というレギュレーションの中で、はい、まあ、僕らが提案できるものって何なんだろうっていうのをちょっと考え直したんですよね、はい、で今どういう状態なんですか。で今はあのちょっとあのハイフロー化したターボをつけて、はい、あのサスペンションをちょっとこう口の車庫長に、はいはい、変えさせていただいて、はい、タービンは変えて、はい、でコンピューターととは一緒のままで、で、であの排気系も吸気系も純正がつくようなもので、はい、あの開発してて、はいはいはい、サスペンションも、うん、前の売ってたものをつけたら、はい、なんかもうやり直さないと全然合わなかったと、あの全然17年モデルで足やったらちょっと全然違くて、うん、それであの今やり直してます。だから多分このこっちのスターメーカー何を今頃そんなこと言ってんのっていう顔をしてますけどね。本当にもうそんなことはないですと。で多分いろんなそのボディ剛性が良くなったりとか、はい、いろいろ考えられて作られているものをなんか純正の良さをやっぱり悪くしないで、うん、ご提案できる商品。じゃああくまでもストリートとしての3号の、ね、あくまでもやり楽しさをより、はい、研ぎ澄ます状態。そうですね、僕らとしてどういう味付けにしていけるか、だからあんまり過激なことは考えてないしてなくて、はい、割とノーマルのいいところをより引き出そうかなと。そうですね、なんであのデザイン的にもあのビッグスポイラーをちょっとつけるとか、うん、なんかそういう感じでとどめているので、あまりこうなんかすごい馬力を出してとかみたいな言うあれじゃない、はい、そういうのはあんまり考えてない。まあそれでも結構パワーはね、まあまあそうですね、もう出てると思う、はい、でもこれ小林さん乗りました、自分で乗りました、乗りやすい、楽しい、はい、乗りやすい、自走で来てますから、あ、はい、自走で来てるから、でやっぱりあの乗れないと意味がないなと思って、おーおーおー、とにかくなるべく自走をするようにしてます。調布からここまでの自走は全然疲れないものでした。めちゃめちゃ快適でした。快適、それはまた田村さん、そこ嬉しいところなんですよね、本来はね。まあ狙い通り。超上から目線で生意気はしていただくと、いえいえ、やっぱりメーカー、はい、我々メーカーが頑張っていい素材を提供しないと、はい、チューニング業界は盛り上がらないっていう仮説があって、はい、やっぱりそこでベースを良くすると皆さんが気が付く人は絶対このマグリさんみたいに気が付くと、うん、うわこれいじるといじり壊すぞ、あだから自分たちもちゃんとそれに乗っかるチューニングをしないと、うんうん、もう受け入れられないっていうのを聞いていただけるはずなんですよ、うん、なるほどね。だって乗り心地とコーナリングって相反発するじゃないですか。でそこを高次元でまとめてるんだから、はい、大概コーナリングになるけど、ね、乗り心地ガッタガタになるはずなんで、もともと17年モデル以降この車の出来、足回り全部含めソータルバランスっていうのはそう簡単にこれいじれないものでしょ。だからアキラ君とかオリド君が言う前からですよ、はっきり言って片足撲滅宣言なんてずっとですから、はあはあ、我々としては、はあ、まあ、パワーを、はい、生かすにはこれね、タルこれ何ですかこれ、これね、はい、ずっと2000年ぐらいから私が使っている、はい、タルの原理、あこれタルね、うん、タル、はい、このタルを車のパッケージングと考えて、はい、どこまで水、ワインでもいいんですけど、はい、そのなんかここに入るだろうかと、あこれがね、中身がね、はいはい、で、はい、ところでパワーアップしたりいろいろやるんだけど、こういうこと、ね、パワーが、はいはい、ちょっともう一回戻してください。はい、なるほどなるほど。パワーがあっても、はい、パワーが高い、ところにいてもこれが、ね、ボディがへぼかったら、はい、広告がダメだったら水とかワインそこまでしか入んないじゃん。逆にこぼれちゃうよと。そう、ところがちゃんとそのパワーを使い切るためには、はい、ボディだとか他のものがちょっと上げてください。はい、まあ国産的に分かりやすく言うとここブレーキとかこれボディとかこれクーリングとか必ず上げなきゃいけないと。ちゃんとやらないとキャパシティは取れないよっていうのが、はい、これ今一応このぐらいの種目に分かれてますけど、これ全部一周ぐらい実は本当あるっちゃあるかもしれませんね。全部この板がね、だから昔のチューニングをやられ
られる方は常にパワーばっかり上げてるんだけど、はい、他のものがヘボヘボだから、はい、そのパワーを生き返しきれなかったんですけど、はい、やっぱりこのメーカー系の方たちはもう全部それ気づいておられるから、はい、やってますもんね。これだけ上げたらどうなるかとかっていうのはやってますもんね。そう、全部やられてるんで、はいはい、そういう意味でこのトータルバランスの考え方は我々メーカーはもちろんチューニングをされてる方も最近はもうずっとこれをやられてるんだろうなと。これ田村さんが考えた理論ですか？ちょっとそうですよ、私すごいね、もうどうしてこういうこと考えてるのか。要するに樽ってこれでその木がうまく組み合わさってこのあれによってこう枠で抑えられてて、もうちょっとでもどっかがずれたり外れると水が全然たまらない、こぼれちゃう、まあ、というかっこいいのもあるけど、はい、丸みだったからプライベートチューナーとしてみれば、はい、使ったものは全部活かしたいじゃないですか、はい、そうしたらそれをせっかくいい高いパーツつけても、はい、宝の持ち腐れ系があるんですよ、はいはい、タービン変えてパワー上げても、はい、全然食わない。そう、ね、俺だったらタービンがそのままでよくって、むしろブレーキとかクラッチとか足とかいろんなことを上げてって速くした方が、ね、これ田村さんさ、あのまたあのそれぞれの例えばこう3メーカーさんの車に乗ってこの位置全部出してほしいですね、これね、ちゃんとね。それはまたあのそうそう、あの偽名で本当にもう野田さんやってくださいよ、これ使ってちゃんと、ね、バランス、これ全てのバランスが大事。 T っていう名前で、はい、本名は出すとバレちゃうからそうそれであのブリッツの35GTR がどういうところに来てるのかとか、これめちゃめちゃ怖いっす、ね、怖いです本当にもう水こぼれてたら嫌ですよ ね、 もう本当にあの全部一応うまく上がってんですけど、これ枠で支えられてないとかさバラバラじゃないですか。そういつバラバラになってもおかしくないよっていうそのメッセージが込められてるとかなんかね、多分この枠もこれ金具じゃないですか。上もねいるんですよね。上の枠と上の金具もいるんですよ。全部長さ違いますから、これが紐で結ばれても嫌だしみたいなそういう図があっただけでこれ野田さん怖いですね。でもすごく分かりやすいですよね。分かりやすい、うん、はい。それぐらいにこの GTR、 これまあ第2世代の含め 35GTR も全てそういったバランスがまあ今ねちょうど3人はあれ、はい、GTR マガジンの、そうです、編集部のです、ね、あれはね、まあ、あの平成元年の初期型ではなくて最終型なんですね。あの33がデビューする直前の3人の最終モデル、平成6年式もうずっとそのまま使ってると走ってる。25年間だから雑誌の創刊とともにスタッフカーとしてこき使われ、はい、何万キロ走ってるんですか？今41万キロ、多い。でもそういう方いるよね、はい、全然元気ですよ、車は全然いいんだ、はい、それあえてそこはいじってないんですか？いや、あの企画中でやったのはやってます。過去にはいろんな、まあ、テストとか、はい、取材でいろんなエンジン積んだこともあるし、はい、ただ今はどっちかというとストリートというか街乗りとか、うん、あとは長距離の取材の時とかに、うん、まあ、快適でしかも安全で速いというようなバランスを目指してます。だから、うん、まあ、チューニングはしてました。ノーマル、フルノーマルではないです。ただこれ田村さんね、 GTR の魅力って本当これ不思議なんですけども、もちろんもうさすがに箱須賀県名理世代っていうのはなかなか第一世代はね、まあいない。でも集まれば、まあ、そうね、元々はそうですよね、そこから入ったんですよね、それはいいんですけども今でも集まればいっぱい集まるんですけども、やっぱり第二世代、これ未だに323334が改めてこのメーカーの方々がそこをもう一回やり直そうというぐらいに魅力もあるし、実際マーケットがやっぱり残ってると。じゃあ産後ないかったら産後も今できてきたからそんなことはないんですが、そういった現状はどうなんですか、その323334。まあ一言で言うと、トータルバランスでさっき言いましたけど、ある程度車体がしっかりしている、エンジンの屋台骨、すなわちブロックがしっかりしている、まあ、ミッションとかもそれなりにある、なんかそういうパーツがバランスよく供給されていて、まあ、うちのように手前味噌ですけど古いパーツだけどヘリテージコレクションとして再販し始めるっていうと、まだビジネスにはなりますよね。そうですよね、はい、いうところはメーカーとしてもやるようになってますからね。確かにね、だからやっぱり、まあ、これちょっとどう言っていいか分かんないですけど、人間がもしかすると1000馬力1500馬力の中での分解能、運転手としての分解能が結構厳しくて、人間の力、エネルギーとあとその反応能力が500馬力、600馬力が
限度かなっていうのはね、やってて、あの一部のね、谷口君とかあのラーマンとか、強烈な人間はあれ、ちょっとその人間を超えて反応してるケースもあるけど、370キロでドリフトする人とか、ああいう人とか置いといて。棒に人間がいるんですよ、もう一つ。あれだから1万ポイントあれ、あえて人間かなかったけど、ヒューマンインターフェース、我々がそこにハマってないと、そこの水がダダ漏れなんですよ。さらにね、はい、じゃあ最終的に機械を動かすわけじゃないですもんね、はい、自分で動かすわけですからね、はい、そりゃそうだ。これ初めて今年やった。そこがあのどうしようもない人だったら、あの一番短い状態になっちゃって、そこから全部漏れちゃいますもんね。永久に四駆にならないとかね。永久に、そうそう、全然前進まないみたいな、いう状態になるから、確かにそれも重要な一つであるというところだと思うし、それをあえて気づかせてくれる、これ野田さん、なんか GTR がすごいのかな。これ他のメーカーにありますか。いや多分ないと思いますよ。だって、まあ、3230周年でしょ、はい、ってことはイコール、はい、そのエンジン RB26 が30周年なんですよ。ですよ ね30年前のエンジンを、はい、今、うん、改めて新開発するとパーツは30年前ですよ、ね、でもそれでも今でも通用するし、もっとすごくなりそうだという、ね、その素性の高さ。だって楽しくなるっていうんだもん、それが、ね、はい、だって田村さんも3人もう何年でしたっけ、あれ、まあ、30年そう30年ずっと持ってる、はい、いうところで、今ね、田村さん巷では、まあ、他メーカートヨタさんですけど、もう90スープラとか IFR ターボ出してきて、もうすごい、さすがトヨタ、こういったスポーツカーで、ね、楽しませてくれるんだなという感じします。それとともに、その昔じゃあスープラがどういう歴史があったか、それは80、70って皆さん知ってますけどね、知ってますけど、ちょっと GTR とはやっぱり違うものがね、野田さんあるよね。まあね、もちろんスープラファンの方もいます。いや、いると思います。今乗ってる方いらっしゃいますけど、はい、一番まず違うのは圧倒的にな残存台数、うん、そうだね、323334がすごく残ってる、ね、今でも大事にされてるってことですよね、はい、だからいうところの違いがあって大きいと思いますよ、はい、うん、だからこその35になり、そして毎年行ってますけど、もうみんなが待ち望んでる、その先がずっと待ち望まれる状態がね、この話はいいんです、別に同時しないんで。え、待ってます、待ってますよ。いやいや、だって35のコンセプト出した時に、はい、20年ぐらいはこれで食いたいって言った。いやいや、まだ10年、まだ20年ですか。いや、だって、はい、3ハコスカ、はい、ケンメリ第一世代1969、そうか、間がまず空いた、今から50年前、はい、そっから20年間かかって、うん、323334の世代が始まった、はい、3号の世代はまあ2007っていうけど、はい、まあ、多少ちょっとまあ難があって、まあ、2008年ですよね、そうですね、はい、あるいは9ですよ、はい、なんか完成したって、はい、そうするとやっぱり20年周期だから次2029ですよ、っていう調子のいいこと言ってるんですよ。あと10年待つ、あと10年待つ。いや、だからコンセプトがこうやって作ってるでしょ、はいはいはい、例えばミッド4だって、はい、あ、ミッド4、ミッド4-2があって、はい、VC30DETT って、はい、Z32 にエンジン供給し、はい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 、あるいはそのアテサ ITS って4駆はそこから使われた32GTR に使われた技術だから、車は出さないけどコンセプトカーってあるわけですよ。なるほど。だから例えば次に巡ってもらうと、はい、まあなんかあのグランツーリスモの山内君がなんかちょっと作ってよって言うから作った、いわゆるコンセプトカーだけど、あれ実はエアロの関係とか前なんてほとんど3号の新しい17でパクってるんですよ、あの辺。なるほど。形状、はいはい、そうなんだ。そうです。だから技術的ないろいろ検証をこういうコンセプトモデルでやるっていう、はいはいはい、まあ、皆さんが1000馬力作ったり、ほらある意味コンセプトを実際に作られるじゃないですか、チューニングカーで、はい、そういうのと同じで我々もチューニングカーを作るんですよね、こう、まあ、一から作りますけどね、我々は。なるほどね。それがいつ、ね、どういう形で具現化されるかっていうのは非常に楽しみではあるんですけども、そのままというよりはその技術を使ってっていう形が多いですね。ですね。だからまあ他で気づかないけど他で使ってた技術が入ってくるかもしれないしっていうことですね。今それをやってるんですもんね、ずっとね、はい、じゃあ電気化されるんじゃないですか、やっぱり。ちらっとこう姿が見えるんですけど、さっき日産のブースでトークショー田村さんとされてた中田さんがいらっしゃるんです。やばいやばい、未来もんだと思って喋ってる俺。あのね、いらっしゃる。
GTR も大好きだし、はい、今はねノートの E パワーとか、はい、リーフの EV のパワートレーンの開発をされている方です、はい、ですよね。大好きっていうより、はい、仕事で仕事彼は、まあ、大好きなんでしょうけど、はい、彼は、はい、3号のエンジンを開発しまんまそのノートの E パワーだとか、うん、リーフの新しいやつのパワートレーン、はい、モータートレーンを開発してるわけですから、はい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 、思想は同じで、ね、できるんですよ。なるほどね。そういうところにちゃんと脈々とこうつなげられていて、それがいつかどこかで誰かがまとめて出てくる。それは田村さんかどうかはもうわからない。田村さんもその頃じゃいないよね。まあ引退ですよね。いてほしいんですけど、もう本当に。まあ私はガソリンエンジン好きなんでね。ねえ、あ出たよまたほら出たよ、そういうこと言っちゃってるよ本当に。もうね、半分はガソリンになっててほしいなって感じはしないでもないんですけども全くね、あのちょっとだいぶ話はまたちょっとそれちゃいましたけども、今こういった形で、それぞれ作っていただきましたけども、どうだろう、イメージ的にこの各メーカーさんの中ではやっぱり今3号も含めて3号、3、4、3、3、3人改めて好き、もしくはやっぱりもう一回やっていきたいっていうところで、なんか魅力的なところはもう個人としても結構なんですけど、 H ケースを代表することになりますが、はい、どこですか今 GTR50 周年、まあ、あれいいですよ。いやどうしてもハコスカだというんだったら、まあ、H ケースとしてハコスカね、あの作ってみてみたいですよね。本当に千馬力そうそう VR 積んでそれも面白いですよね、はい、ただまあやっぱり今うちの中だと RB はやっぱり本当に、はい、エンジンが RB なんていうんですかね、会社の本当に成長とともに、うん、あの RB がやっぱり常にあったから、逆に言うと RB があったからこそ今がある、今があるかと思います。あと、まあ、それも含めて VR もね、はい、やっぱり今ものすごいやっぱり魅力的な、はい、車ですし、はい、エンジンもあんだけあの市販のエンジンで、はい、チューニングして馬力出せるエンジンで、はい、そうそうないので、ないので、はい、そこもやっていきたい、そこもやっていきたい。やばい、また先に中谷さん言われちゃったよ、おい待っちゃいますよね何言えばいいのか、トラストとしてはいかがでしょうか。そこでなんか言わないとさそうね、ほらやっぱそこガツンとトラストとして同じです、みんな同じででもやっぱりそうですね、 RB は、はい、自分の今の考えの中では、まあはい、本当にあの乗って楽しいレスポンスのいいエンジンっていうところでちょっといろいろパーツ開発を進めていきたい。各メーカーさんの話聞いてると RB をかなりやっててどんだけ乗りにくかったんだろうと思うんですけど、やっぱりね、あのレスポンスは、ね、今考えると悪い。だからどうレスポンスよくするのとか言えばいいじゃないいやもうね、だって千馬力とか、まあ、出してましたけど、はい、もう下ブーストかかるのに全く走んないですからね。もうずっと待ってていきなりブーストが立ち上がるみたいな、はい、真っ直ぐてっぺんですよ。そうですよね、はい、でその上まで回るように作ってましたからね、はい、さらにね、それをでもまあね、競技とかには行けますけど、はい、これ街乗りで乗ってる人すごいなって。しかも当時ドッグミッションとかで乗ってる人結構いたんですよ。いたいた、はい、確かにいた。あれ出しときながらこれ街中でちょっと走ったら、はい、もう乗りにくい乗りにくい。だからこそ今の技術で乗りやすい楽しい RB の、ね、じゃあそれは3人でも33でも34でも、はい、でやっぱり VR に関しては、はい、もうやっぱり車体がしっかりしてるので、うん、正直あの1000馬力とか出てても乗れるんですよね。ほう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 。で街乗りも正直できる1000馬力。なるほどなるほど。だから同じ馬力でもやっぱりもう全然エンジンのキャラクターが違うんです、はい、でさっきのタル理論でいうとタル自体がでかいですね。でかいですね、もうね多分ね。だって D1 の競技使っててもボディなんか補強外してくれないですから、入れてないですもんね、本当だよね、まあ、3人から3、4に変わった時も3、4乗った時に最初ものすごいボディしっかりしてるなっていうやつもありましたけど、まあそれの比じゃないぐらいやっぱり変わってるので、やっぱりその1000馬力を受け止めるキャパシティがやっぱり車体にあるので、まあそれをまあ VR は1000馬力ぐらいで楽しめる仕様っていうのをちょっとこれからまだまだやっていきたいなと思います。なるほど、分かりました。はい、ブリッジさんいかがでしょう。はい、まあ僕らは割とその今あまりハードなチューニングはそんなにしてなくて、うん、で今インターネットとかそういうネット通販とか、うん、そういう結構カスタマー、まあ、お客さんが、うん、その簡単にものをあんまり調べずに買えてしまう環境がすごくあって、今パーツなんかも本当にネットでポチで買って、うん、ねそれなんだかわかんないけど
来てつけちゃえみたいな多いですよね、はい、でそれ非常に危険なものもあるので、はい、あの僕らとしてはそういうあのチューニングショップさんとか、うん、そういうところにあのチューニングに行く際にですね、はい、しっかりこうそういう分かった方が、はい、あの情報をお客さんに配信して、はい、あの安全にチューニングを楽しんでいただくために、はい、しっかりとした部品作りをするのが、まあ、まず第一だなと思っているの で、 そうです、ね、まあ、どういう設定で乗るのかどういうことを求めているのかでだいぶ変わってきますからね、はい、そうですね、はい、で正直あのうちだけでパッケージングしてお客さんが納得していただけるのは重要なんですけど、はいはい、あの HKS さんとかトラストさんとうちの商品をこう組み合わせて、うん、あのショップさんでアレンジしていただいたり、それも構わないです、はい、そういうふうにこういいチューニングをお客さんに提供できる部品作りにとにかく注視していきたいと思います。できれば全部ブリッジパーツがいいでしょ。まあそうしていただくとあの会社がですね潤っていくのでその方がいいんですけど、左に同じで、はい、左に同じ、こちらもあ同じで、じゃあ絶対そうなんじゃ違うじゃん本当に、まあ、あの気持ちと商売はまた別別ですもんね。なるほど、というところを聞いながら田村さん、はい、いかがでございましょう。どうしようかな。あのじゃあ、うん、例えば、うん、車体のページ GTR で1枚出せます。車体のページが用意してありますね。ですよ、はい、あの要はね、言いたいのは我々メーカーは、はい、結局、うん、これ、まあ、これでもいいんだけど車体を供給する係なんですよ、はい、まあ、屋台骨を供給する係なので、まあね、ボディをしっかり作って供給すれば、はい、皆さんは何らかは乗せて楽しめるはずだと、はいはい、もうビレットブロックを組めてもエンジンも作れちゃう時代ですから、まあ、皆さんがそんなにこう小物のパーツ、むしろ大体車の場合困るのは内装系なわけですよ、はいはいはい、だからこういうハードものの中で一番困るのはやっぱり車体がしっかりしてるかどうか、それで決まっちゃう、決まるので車体を、まあ、屋台骨っていうのは、車両全体で言えばホワイトボディだしエンジンで言えばブロックだし、うん、まあ、そういったところがしっかり作り込めればいいかなと。で、宣伝だけするとちょっと戻ってくれる、はい、いわゆるあの17の GTR のボディ合成をこう上げましたっていうページがあるんですよ、はい、これは空力ですね、まあ、これは、まあ、半分今、はい、あの中納の方にはどうでもよく言って、はい、俺っちのエアロがあるだろう以上終わりなんで、いやいや中納の方はどうでもよくないと思いますよ。結構あの結構あのブリッジの小林さんなんかもこれ知りたい、そうそうそう、ね、そこじゃない、そこじゃない、ね、基準 GTR のページで車体のページが前の方から、はい、まあいろいろ用意してますねこの方ね、本当にさすがにメーカーの方なんで、なんとでも出てきますね、はい、今ね実はブリッジさんがヒントをずっとおっしゃっていただいてるんですけど、はい、これなんですけど、はい、15までの GTR と17からは車体ガロッと変えてます、はい、でどう変えたかっていうと、普通これ34で気づいたんですけど、はい、34ってボディがすごいいいよねって長野君言ってくれたでしょ。これはある硬さとか硬さをある時間ディレイって言うんですけど、フロントピンとサスペンション乗ってるとこリアピンをどうピンって叩いてこう動くかっていう時間を測るんですよ、はいはい、でどうしてもフロントとリアのボディ合成って違ってきちゃうんですよ。何かというと車体を前から突っ込んでフラッシュテスト OK にする、後ろから突っ込んでって乗ってるものが全然違うじゃないですか、はいはい、前エンジンあるし、そうです、後ろトランクだし、はい、ボジャボジャ言ってもしょうがないんだけど、要は硬くするんですよ、はい、だんだんボディが変形しないようにするために硬くするんですけど、前側と後ろ側を同じにするとものすごい車体がよく一体となって動くんで、ほうほうほう、柔らかい動く足が入れられるんですよ、かつ踏ん張る、それが17の特徴。それやってって気がついたことですもんね、やっぱり気づくんですけど、そうですよね、はい、あ来たぞ、なんだこれサイドメンバーでしょ、はい、これフロントサイドメンバー、はい、ここにエンジンとかミッションとかいろんなものが乗っかってるんですけど、ここに前から突っ込んできた時にそのサイドメンバーが人間様に入ってこないように守るじゃないですか、だから潰れてくれと、くちゃくちゃくちゃっと、その代わり普段は300キロのエンジンとか足回り50キロのこの両輪に支えててね、頑張って動かないでくれと、お前が動くとボヨボヨするからっていう、ものすごい難しいことがうまくできるようになったとさって話なんですよ。なるほど、あそこのロゴ何回か潰したことありますうまく衝撃そこで吸収してくれる、よく分かった、はい、これ潰しちゃったら大変なんですよね、コンクリート2回ぐらいそういう記憶ありますね大阪でクラッシュテスト自ら
だからその車体をしっかりいざという時はちゃんと潰れてお客様の命を守る、ね、普段は硬いよねっていうそのエンジンの重いのを支えてフラフラしない動かないっていう車体を前後同じ強度のバランスがようやっとできたんですよ。なるほど。17と。だから車体がいいんで、かつそれにボンドを入れたニスモは最強だから、もう MCR の小林君もないもん、みんなニスモを買わざるを得ない車体に仕上がってると。なるほど。そういう仕掛けです。いうとこですよね。はい、というね、まあオタク的な、メーカーとしてのしっかりとした説明をしていただきましたけども、要はそれでですね、田村さんに聞きたいのは、田村さんは GTR の中で何が好きなんですか。田村さんは GTR の中で何が好きなんですか。まあ私自身は3人がやっぱり好きなんですか。唯一、まあ大好きだから開発してないから。あ、そっか。いいえ、すごい。なるほど。開発してないとそういうもんなんだ。夢に出てこないんですよ。あ、なるほど。で、あとはどうしても仕事が入っちゃうんだ。もうね、図面が出てきてるハンデルが、あれやんなきゃこれやんなきゃとっていう、あのちょっと苦しい思い出が分かっちゃうから全部が苦しいんです結構。実はそういう意味では3人が待ちに待った3人がいいと、まあ、言っときましょう。ファンで済むから。なるほど、なるほど。いうところなんですね。これ GTR マガジンとして野田さんはどうなんですか。ずっと長い間、はい、GTR だけを見続けてきて、はい、50周年。これ GTR といえばというと、あ、どれかってことですか。おうおう、それはね、僕が言うと結構問題になるんです。全然問題にならないと思いますよ。別にそんな個人的なものとね、個人的に、まあ正直、ね、これ世代とかね、はい、生まれた時代、環境にもよると思いますけど、はい、僕はもうやっぱ一番はね、89年の32ですよ。やっぱり 32GTR でね、32GTR だけじゃなくって、はい、その3ヶ月ぐらい前に R32 の基準車ね、はい、FR の GTS-T、はい、タイプ M とか、はい、いうのが出て、まあ、まずそれで、あ、今度のスカイラインいいぞと、はい、でその後に GTR 出ます、はい、で Z32 も出ます、はい、でまあ、他メーカーですけど、ユーノスロードスターが出たりとか、出てきたとか、もうとにかくその89年はいっぱい、うわーっていう車がいっぱい出てきた。だその中でもやっぱり GTR が頂点だったから、まあね、僕の中でやっぱそれが一番イメージインパクトが強いですね。はい、はいはい、いうところなんでしょうね。まあまあ、どうでもいい話ですけど、僕もあえて言わせていただきますと、イメージ的にはこれがすごい、僕ら世代はこうなっちゃうかな。でも一番好きなのね、田村さん、僕でやっぱ34なんですよ。あとなんか乗ってなかったっけ。いやだからそれのスペ、いやいや、スペック M がもう本当に34のあれが好きで、大人っぽいやつね。あれがなんか衝撃的だったな、なんとなくね、ああいう作りがね。じゃあ個人的なものでね、なんとなく。まなぶさん、あれ、あの路線が、はい、今でいう17以降の3号です。いや、それ後で聞きました。一応から分けた。14からね、ごめんなさい。一応 M は一応、それ田村さんが作ってたってぐらいですからね、本当にね、いうところだと思いますけど、皆さんにとってのね GTR と言ったら本当何なんでしょうね。もう本当にどういう形でイメージ持ってるか、それ人それぞれ、あと世代それぞれだとは思いますけれどもね、はい、でも本当に生誕50周年というところで、田村さんなんか2、3分室で何もやってないですか。ここお祭り的な GTR の50周年やらないとこなんですか、日産は。まあ、やりますか。じゃあ、なんか考えましょう。僕、もうちょっと、僕、本当もうちょっと、なんだろう。いや、多分ね、今考えてるのは、正直もう、馬は増やさないで、うん、さっきの樽で言うと、パワーのところは逆にグループ A 600馬力、4輪駆動、はい、1輪あたり150馬力の3人のレーシングカーの思想をベースにしたので、はい、そこからどうやって他の樽のこの棒を上げていくかっていうのをメーカーなりに答えを出させていただきますよ、これからも。とりあえずは今年の50周年としては、なんか大阪なおみバージョンなんか出してましたけど、そういうのでお茶に濁しちゃダメです。いや、イタルとかね、えイタルとかね、ちょっと720馬力調整したりとか、そう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 、やろうと思えばできるよみたいな、なんかああいうところだけちょこ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 ね、野田さん出してきますけども、ああそうそう、こういうのこういうの、なんかもうどこまで何やってんだか全然よくわかりませんけどもね、もう楽しみは尽きないというところ、それがまた GTR の魅力だと思いますので、そうですね、はい、野田さんね、というところでね、今回はこれ初かな、これ3メーカーさん、いわゆるチームメーカーさんにと思いますよ、ね、同じブースに並びで出るっていうの、はい、並んで、そして来ていただいて、
でそれぞれのね、あの一応思いコンセプトなんかも喋っていただいたというところだったんですけれども、今回の GTR マガジンプレゼンツアルズ特賞、はいはい、あの50周年というところで、わざわざお越しいただきましたけれども、この3メーカーさん、そして、ミスター GTR ダブルさんとともにね、お届けあります。明日11時半から、ね、明日またございます。これね、大体ね、長井さん同じ話しませんから、で先にあの中井さんに聞いておきますから。そうですね、そう、それぞれの後にあれ順番変えてもらいます。順番変えます、はい、もうね一緒って言えないように、ね、一緒って言えないように中井さんに喋らせます。最初によろしいですか。もう楽しみにね、もし明日ねいらっしゃる方いたらまたね聞いていただきたいなと思いますけれども、でも日産ブースの方でもね、確かなんか田村さんもいろいろ特徴化しますし、ね、明日もやりますし、またそういったところでも話し聞けると思います。それから、ちょうどこの黒い壁の向こう側に今、話していただきましたサメーカーさんの車の方の展示がね、されておりますので、ぜひこの後またじっくりと、見ていただきたいなと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。というところで、時間の方としてはちょうどでございます。ちょっと長くなりました。50分ありました、はいはい、ちょっと長々になってしまいましたけど、本当に最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 GTR マガジンプレゼンツアルズ特賞でした。ゲストの方々大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。